ジュニアです。ってことでですね、強すぎると巷で話題のグランエルブ使った月食いレベル15の編成紹介していこうと思います。まずですね、このグランエルブ何が強いのって話をしていこうと思います。まず覚醒ね、火力覚醒がものすごくて、浮遊樹脂3つ、ウェイ2つ持ってます。めちゃくちゃ火力高いです。そしてスキルです。こちら3ターンのスキルで、自分の上限が80億でダブル吸収を持っています。まず上限80億なんで、種属性、副属性合わせて160億出せますと。で、副属性はね、簡単に乾燥します。まあね、この火力覚醒見てもらったらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ簡単に副属性まで乾燥します。まあ強いですよね。で、さらにですね、これね、3ターンに一度ダブル吸収が打てると。で、このグランエルブなんですけど、基本的にね、リラフレで組むんですよ。だから、2体いるので、基本的に3ターン中2度はですね、はい、3ターン中2度は160億どっちかが出てる状態、かつダブル吸収が打ててる状態になります。なのでダブル吸収ギミックはほぼ合ってないようなもんですね。ダメージ吸収も属性吸収も敵化してきてもね、基本的にはね、グランエルブがいるので何の問題もありません。で、火力も出してくれるんですね。で、それが強いと。で、さらにね、リーダースキルこちら。はい、水闇同時攻撃で軽減8倍3コンボ加算、固定500万ダメージ。水属性の全パラが 3.5 倍です。まあ、3.5 倍軽減リーダーでね、火力も高い。で、コンボ加算もあって固定ダメージもあるって感じになってます。まあ、リーダーもね、強いですけどね。はい、全パラも上がってて、で、軽減も持ってる。軽減もね、ちょっと持ってるおかげで、我々にも強いし、で、耐久力も高いということでめちゃくちゃ強いです。で、まあ、これだけだったらね、別にですね、普通のリーダーだったんですよ。なんだけど、はい、サブにね、こいつがいるんです。はい、こちら、カリンドラゴンです。これがね、強いんですよね。で、カリンドラゴンも、これね、小覚醒とか見えてないんですけど、樹脂2つ、ウェイ4つで、で、冬持ってるでしょ？冬覚醒持ってるんで、火力が高いと。で、18ターンのスキルで2ターン変装しながら進化すると。で、進化後のスキルが3ターンで無効貫通が打てて、しかもね、ロック解除して、水闇気回復を作るんですよ。はい。これがまた強いんですよね。で、これね、まあ、見ての通りですね、リーダースキル噛み合ってるんですよね。グランエルブとカリンドラゴンのね、スキルがね、噛み合ってるので、カリンドラゴンをループしてあげれば、水と闇の供給はバッチリです。特に何の問題もありません。で、しかもですね、気づいてほしいんですけど、カリンドラゴンをループしたら、3ターンに一度無効貫通のスキルをループするわけですから、もちろん無効貫通もループするわけですね。なので、これでですね、グランエルブとカリンドラゴンで、無効貫通とダメージ吸収と属性吸収のギミックは、もうほぼ完全に潰せてます。何も困らないですね。で、しかもカリンドラゴンがね、ロック解除してくれるんで、ロックとかも怖くないです。で、あとですね、カリンドラゴンね、生成量がめちゃめちゃ多いので、敵のね、毒とかお邪魔とかを作ってくる攻撃に対しても結構強いです。って感じになっております。です。はい。だから、つまりカリンドラゴンをループすることによって、グランエルブがめちゃくちゃ強いんですね。で、このカリンドラゴンに関してはね、課金キャラじゃなくて一応無課金キャラではあるので、まあ比較的組みやすいですよね。めちゃめちゃお金をかけて組むというよりは、まあ黒メダルを使って組むと。で、グランエルブはね、フェス限なんですけど、まあ新フェス限なんでね、まあ比較的新フェス限だから、まあ取りやすいですよね。コラボとかではないし、まあ交換とかはできないけどね。まあ頑張って引けば手に入るキャラ。まあたまたま引けてもいいですけどね。はい。で、結構ね、私がねこれいいなと思ってるのが今ちょろっと言ったんですけど、たまたまグランエルブを引けた人も強いのがいいですよね。なんかいつもさ、結構強いキャラとか引けた人もさ、たまたま引けても無課金の人がたまたま引けても強くないキャラって多いんですよ。でも今回はカリンドラゴンっていう無課金キャラがサブの中心になってるので、まあ比較的誰にでも組めるよね。グランエルブがいればね。まあ、いなかったら何もならないんだけど、グランエルブさえ引けてればですね、まあ基本的にパーティー組めるのがいいところかなと思っております。はい。ってことでですね、まあ、この、ね、大体ね、グランエルブの強いところ分かってもらえたんじゃないかと思うんで、さあ、じゃあ早速ですね、月食いレベル15、今パズドラで最も難しいダンジョンですね、に最強リーダーで行っていこうと思います。見てください、どうぞ。さあ、ってことでやっていきましょう。今最も難しいダンジョンである月食いレベル15に、今ね、一番強いキャラであるグランエルブで行きます。で、まずね、1階層レオナ空打ちしてください。で、カリンドラゴンを3体変身していきましょう。進化させていきましょう。はいと。進化、進化。で、さらに進化させます。はいと、進化。そしたらですね、続いて、リーダーの方、はい、変身してください。で、ワンパンしていきましょう。はい、さ、四つ消しですね。はい、四つ消しと。で、四つ消しと。はい、OK です。これで突破していきましょう。いや、なんか新鮮ですね、水でウェイ組むのは。いつもね、水は L 字組んでますからね。はい、ってことで突破していきます。さあ、続いては2階層ですね。2階層ここフレンドのグランエルブ変身して2ターン待った後にカリドラループしてワンパンしていきましょう。はいと。さあ、遅延食らうんですけど関係ないですね。では変身と。で、1コンボ。はい、さらに1コンボ。よし、これでね、2ターン待ったのでカリンドラゴンがループします。さあ、カリンドラゴン打ってね、殴っていきましょう。はい、こっからはね、カリンドラゴンループです。さあ、では、はい、四つ消しして。で、はいと。OK ですね。これで突破していきましょう。はい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 と。
はい、OK です。突破していきましょう。さあ、続いてです。続いては3階層ですね。3階層ここですね。火の敵の場合はワンパンですね。吸収はグランエルブ撃ってください。で、光の敵、こいつですね。は、普通にワンパンしておくださいということですね。はい、リダフレがね、ダブル吸収なんで、吸収系は何も怖くないですね。はいと、さあ、じゃあレオナで、血内回復して、はい、でね、カリンループして殴っていきましょう。四つ消しと。はい、OK です。突破していきましょう。はい、はい、はい。よし。これで突破していきます。はい、OK です。さあ、続いて。続いては4階層ですね。4階層ここですね。光の敵の場合はアテンですね。場合はワンパン。で、ペルセポネの場合はフェンリル撃ってワンパンしてください。はい。ってことで、今回はペルセポネなんで、フェンリル撃ちます。はいと。さあ、これで指返して。よし。で、一旦待ちましょう。で、グランエルブ撃って倒していきましょう。よしと。さあ、攻撃を受けます。はい、硬いですね、こいつね。はい、じゃあ、カリンドラゴン撃って。で、はい、グランエルブ撃ってね。はい、殴っていきましょう。ダブル吸収です。四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。よし。さあ、突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、突破していきまーす。さあ、続いて。続いては5階層ですね。5階層ここを通パンしてください。はいと。さあ、カリンドラゴン撃ってもらって、このまま倒していきましょう。カリンドラゴン。はい。で、四つ消しして殴っていきましょう。はい、四つ消し、四つ消し。で、四つ消しして。さあ、四つ消しと。はい、OK です。これで殴って、はい、通パンしていきます。いや、めちゃめちゃサクサクですね。さすが環境最強キャラだけありますね。はい。さあ、めちゃめちゃ火力も高いと。攻撃も受けます。まず、カリンドラゴンが3体入れる時点で強いんだよね。はいと。さあ、カリンドラゴン撃ちましょう。よし。では、行きます。四つ消し。で、はい、四つ消しと。OK です。はい、これで突破していきましょう。よしよしよし。はい。はい、行きまーす。突破です。さあ、続いて。続いては6階層ですね。6階層が、はい、貴属性の敵はね、レオナ撃ってワンパン。で、貴属性の敵はね、そのままワンパンしてください。はい。ということで、はい、倒していきましょう。カリンドラゴンループして、はい、行きます。はい、四つ消し、四つ消し。で、はい、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。これで突破していきましょう。はい、はい。はい、OK です。突破していきます。さあ、続いて。続いては、7階層ですね。7階層、フェンリルはそのままワンパンしてください。はいと。あ、ちゃちゃ、間違えた。フェンリルはじゃね、フェンリル撃ってワンパンしてください。はい。さあ、フェンリル撃ちます。よし。で、カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。四つ消し。はい、四つ消しと。で、四つ消しして、四つ消しで。はい、殴っていきます。はい、OK ですね。突破していきましょう。よしと。はい、突破していきまーす。さあ、続いて。続いては、8階層ですね。8階層がね、ここね。はい。闇の敵の場合はラストターンに突破。で、火の敵の場合はワンパンです。で、今回ですね、こいつ乱入来てるんで、こいつは2パンしてください。乱入は2パンです。はい、殴っていきましょう。で、乱入なんですけど、これね、あいつです。マイネから出た場合ですね。マイネからのこいつが出た場合は、割合来るんで死にます。はい、そこだけね、無理です。受けれません。それ以外は大丈夫ですね。まあ、どの編成も軽減外しからのね、割合ダメージは死ぬと思うんで、まあ、それだけはしょうがないですね。はい。ってことで削っていきましょう。よしと。さあ、通パンしていきます。はいと。さあ、攻撃を受けて、さあ、で、カリンドラゴンを撃ちましょう。で、四つ消しで殴っていきます。はい、四つ消し。四つ消しと。はい、はい、はい。よし。はい、OK ですね。これで通パンしていきます。うん、快適ですね。とても快適です。はい、突破していきます。さあ、続いて。続いては9階層ですね。9階層ここですね。はい、ここもフェンリル撃ってワンパンしていきましょう。はい、フェンリル溜まってないですね。はい、しょうがないんで指現象の状態で殴っていきましょう。はい、カリンドラゴン撃って殴っていきます。はい、2.5 秒ですね。いや、さすがにちょっと短いか?はいと。さあ、10個もいかなかったですね。ちょっと厳しいですね、さすがにね。はい。さあ、爆弾食らいましたと。まあ、カリンドラゴンがね、はい、爆、6解除して、爆弾大体消してくれますと。よーし。さあ、まだちょっとね、指が厳しいですが、はい、頑張りましょう。
はいと。よし。まあ、死にはしないですね。よし。はい、OK です。よし。さあ、四つ消しも降ってきてくれましたね。はい、突破していきます。さあ、続いて、で、フェニル溜まりました。フェニルも撃っちゃって大丈夫です。指返しましょう。で、10回走です。10回走はね、このままワンパンしてください。はいと。さあ、行きます。フェニル撃って、指返して、カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。あ、カリンドラゴン撃ってないわ。はい、OK です。さあ、四つ消しでね、回復していきましょう。はいと。よし。よしよしよし。はい。OK です。さあさあさあ。はい、バスターブレードと。ではね、はい。カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。いきます。はいと。よし。これで9コンボですかね。はい、吸収されます。よし。はい。さあ、ここはね、結構待ちができる体操なんでね、ここはしっかり待っていきましょう。はい、カリンドラゴンを撃ちます。よし。さあ、じゃあ、四つ消しして、四つ消しして、はい、四つ消しして。はい、OK です。これで突破していきましょう。はい、OK ですね。さあ、突破です。続いては、11階層ですね。11階層はですね、ここ、ロックドロップを利用して倒してください。2位から3番ですね。8F がね、火の敵だった場合はですね、半分時、メドトンを撃ってください。はい。今回 8F はですね、大丈夫です。はい。じゃあ殴っていきましょう。はい、はい。さあ、四つ消しの。はいと、OK ですね。四つ消しでね、削っていきまーす。よし。はいと。これで半分。で、またカリドラ撃って倒していきましょう。はいと。さあ、ロック。さあ、メタトロン撃ちます。で、1コンボと。よし。で、攻撃を受けましょう。よし。さあ、じゃあカリンドラゴン撃って、殴って突破していきましょう。いや、はい。はい、四つ消し。で、四つ消しして、はいと。さあ、四つ消しが分裂してますね。はい。さあ、水の四つ消しを踏みミスりましたね。あ、いや、はい。さあ、はい。失敗したんでね。はい、もう一回殴りましょう。はい、カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。さあ、四つ消しして、四つ消し。さあ、はい。OK です。しっかりとね、組んで、殴って突破していきましょう。はい、OK です。よし。さあ、突破です。続いては、12階層ですね。12階層、ここね、光の敵の場合ですね。こいつの場合は、グランエルブ撃って、で、指奪いは無視してね、そのまま突破してください。で、木の敵の場合は2パンですね。規則性は2パンです。はい、ってことで、グランエルブ撃って、殴っていきましょう。はいと。よし。さあ、指現象がね、あるですね。はい。ってことで突破していきます。さあ、続いては13階層ですね。13階層ここフェンリル撃って2位から3番してください。で、覚醒無効回復はレオナで回復してください。はいと。さあ、まずはフェンリルで指を戻します。で、カリンドラゴンを撃って殴っていきましょう。はい、四つ消しと。で、四つ消しと。はい、OK です。これで削っていきましょう。はい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 と。はい、削ります。はい、削りはこんな感じですね。で、次削ると、だいたい覚醒無効飛んでくるよ、みたいな感じです。ビターチョコレート、暗闇と。さあ、じゃあカリンドラゴン撃ってね、また削っていきましょう。さあ、四つ消しと。はい、OK です。削っていきましょう。はい、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 と。はい、削ります。さあ、ってことで、覚醒無効が飛んできます。あ、飛んでこなかったね。あ、来たね。はい、来ました、覚醒無効。はい、この覚醒無効を解除してと。さあ、はい、レオナの裏で解除して、で、カリンドラゴンを撃って殴っていきましょう。はい、四つ消しして、四つ消し。で、四つ消し。はい、と。さあ、回復をね、温存して、あ、消しましたね。
で、回復と闇もね、消して殴っていきましょう。はいと。はい、OK です。突破していきます。さあ、続いて。続いては、14階層ですね。14階層ね、ここ、闇の敵が出た場合は、1コンボした後に2パー。で、木の敵、こいつはですね、普通に2パーしてください。さあ、カリンドラゴンを撃って、殴っていきましょう。はい、四つ消しと。で、四つ消しして、はい、闇取って四つ消し。はい。さあ、OK です。よし、四つ消しで殴っていきましょう。はい、はい、はいと。はい、で、貴族性に対して削りが、こんなもんですね。めちゃめちゃ火力高いです、やっぱり。はい、ということで、このまま突破していきましょう。はい、カリンドラゴンと。よし、いきます。四つ消し、四つ消し。で、木取ってきて、四つ消し。はいと。さあ、OK ですね。これで削っていきましょう。で、突破していきましょう。はいと。はい、突破です。さあ、続いて、15階層ですね。15階層、ここ、フェンリル撃って、通販してください。はいと。さあ、無効貫通は関係ないですね。はい、指銀賞です。指銀賞は、フェンリルで返していきましょう。はい、フェンリル。で、カリンドラゴン撃って、よし。さあ、殴っていきます。四つ消しして、四つ消しして、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。んで、削っていきましょう。はい、はい、といと。はい、OK です。これで、まずは一般。はい。そして、カリンドラゴン撃って、このまま突破していきましょう。はい、ロックと。で、カリンドラゴン撃って、はい、殴っていきましょう。さあ、四つ消し、四つ消し、四つ消し。で、はい、キー取ってきて、四つ消しと。はい、もう見えないですね、よくね。はい、OK です。これで殴って突破していきましょう。はい、OK です。さあ、続いて。続いては16階層ですね。16階層ここね、通販してください。カリンドラゴン撃って、殴って突破で OK です。はい、いきます。はい。さあ、カリンドラゴン撃って、カリンドラゴン。で、四つ消しして殴っていきましょう。よし、四つ消し、四つ消し。はい、四つ消しと。で、火、水。はい、四つ消しと。はい、OK です。はい、OK 突破していきましょう。はいと。はいはい。はい、OK です。んで、突破していきましょう。いや、突破じゃない。こいつ2パンでした。こいつは2パンでした。はい。はいはい。さあ、攻撃受けて、指現象ですね。はい、カリンドラゴン撃って、殴っていきましょう。まあ、四つ消しすれば大丈夫です。四つ消し。四つ消しと。で、四つ消し。四つ消しと。はい、OK ですね。これで突破していきます。はい。はい、突破です。さあ、続いては、17階層ですね。17階層、ここね、フェンリル撃って、指輪戻してください。で、発狂踏まないようにして、削っていきましょう。はい。いきます。カリンドラゴン撃ちます。で、殴っていきましょう。はいと。さあ、一応ね、グランエルブで上限解放しておきます。硬いんでね、こいつは。で、はい、四つ消ししていくと。はい、OK です。よしよし。はい、削ります。さあ。で、いい削りですね、これは。いい削りだけど、発狂気をつけてね。で、指現象は返しましょう。よし。いい感じに削りたいけど、でも貴族性になっちゃうから、危険です。はい。発狂気をつけながら、でもいい感じに削りたいです。はい、はい。さ、はい。はい、OK です。いいですね。はい、これで削っていきましょう。よしと。はい。落とし率。削ります。いい感じですね。これ、すごくいい感じです。さあ。じゃ、こっからだったら、まあ、ギリギリ倒せるかなっていうところですかね。はい、カリンドラゴン撃って殴っていきましょう。あ、でも、グランエルヴの上限解放が欲しい、上限解放が欲しいかもしれないですね。はい、OK です。ってことで、ちょっと待ちましょう。まだ危険ですね。はい、受講もなっちゃったけど、まあ、さすがにこれで発狂はいかないでしょう。OK、OK、OK。よし。さあ、溜まりましたね、グランエルヴ。さあ、ロックされますが、カリンドラゴンがロック解除持っていると。
はい。で、行きます。はい、はい。さあ、5つ消し、5つ消し。はいと。よし。で、L 字と。はい、これでね、もうちょい調整していきましょう。発狂踏まないようにね、気をつけていきましょう。はい、OK です。さあ、で、攻撃受けて、で、はい、カリンドラゴン撃って、よし。で、グランエルブ撃って、さらにグランエルブ撃ってね、ダブルグランエルブで殴っていきましょう。さあ、ってことで行きましょう。はい、四つ消しして、はい。さあ、四つ消し。で、はい。OK です。これで殴って突破していきましょう。はい、はい、はいと。はい、OK です。これで突破していきます。さあ、続いて。続いては18階層ですね。18階層ここですね。まず、オデドラ、こいつですね。の場合は、レオナ撃って、シャチャラ殴ってください。で、はい。ネプドラの場合はね、グランエルブ撃って、で、フェンリルも、もしね、溜まったら撃ってください。で、殴っていきます。で、シバドラの場合ね、は、激減終わるまで軽く殴っといて、で、グランエルブ撃って殴っていきましょう。はいと。では、削っていきます。はいはい。四つ消し敷いて、で、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。はい、はい。よし。で、削っていきましょう。はい、はい、はいと。さあ、削ります。削りはこんなもんですね。早くデバフを返したいですね。はい。さあ、カリンドラゴンを撃って、で、削っていきましょう。はい、四つ消し。で、四つ消しして、で、四つ消しと。はい、OK ですね。よし。で、削っていきましょう。はい、はいと。はい、四つ消し振ってきて、はい、削りまーす。よし。さあ、敵貴族性なんでね、かなり外れですね、今回は。はい、カリンドラゴンを撃って、削っていきましょう。はい、グランエルブも、上限解放しておきましょう。はい、はい、はい、四つ消し、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。で、削っていきましょう。よしよしよし。はいはいはい。はい、削りまーす。硬いですね。さあ、攻撃を受けて。で、はい、カリンドラゴンを撃って殴っていきましょう。はい、で、上限解放します。はい、四つ消し。で、四つ消しして。はい、さらに四つ消し。で、四つ消しと。はい、OK です。これで削っていきましょう。はい、はいと。はい。はい、削りまーす。さあ、もうすぐ貴族性ゾーンを抜けますね。さあ、爆弾も関係ないですね。カリンドラゴン撃って、はい、消しますと。よし。さあ、爆弾あるんでね。ありましたね。雲の中にね。はい。で、爆発します。これは確実に。確実に爆弾は爆発します。はい。さあ、爆弾あった。爆弾なかった？私目おかしかったってこと？なかったみたいです。あれ？爆弾？あ、ルーレットの中に消えてたのか。ああ、なるほどね。そこにルーレットがあったから、ルーレットに消えました、爆弾は。なるほどね。あ、見間違いかと思った。はい、じゃあカリンドラゴン撃って、で、殴っていきましょう。はいと。さあ、四つ消し、四つ消しと。はい、OK です。で、削っていきましょう。はい、はいと。はい、削っていきまーす。よし。さあ、またカリンドラゴン撃ってね。で、はい、グランエルブ撃って殴っていきましょう。撃ってなかったっす。はい、OK です。殴っていきましょう。はい、四つ消しと。はい、四つ消し。いいですね。で、削っていきまーす。はい。はい、削ります。さあ、だいぶ減ってきました。攻撃を受けて。で、はい、またカリンドラゴン撃ってね、殴っていきましょう。はい。はい、はい。よしと。はい、待ちます。よし。さあ、フェンリル溜まりましたね。はい、フェンリル撃って。さあ、もう一回グランエルブね、待つのかな。はい、グランエルブを2個打ちたいという感じですね。はい。はい、はい。ダブルグランエルブで最後、とどめを刺したいです、これ。
さあ、お邪魔目覚めは全く効力なくね、一個もありませんね。さあ、攻撃を受けて、さあ、まだ耐久していきます。グランエルブ裏溜まっちゃったんで、もう一回溜め直します。はい。さあ、四つ消しと。水やみでね、経験張れるのもまあ強いですよね。ルレットも無限にあるし。はい、OK です。さあ、攻撃を受けます。で、また回復しながら、経験張っていきましょう。はい、闇組んで、回復取ってきて、水も組んで、はい、OK です。よし。よしよしよし。さあ、で、グランエルブ溜まるかな、これで。溜まりましたね。さあ、じゃあ、リダフレね、グランエルブ撃って、で、カリンドラゴン撃って殴っていきましょう。よし、上限解放、上限解放と。さあ、行きます。四つ消しして、四つ消し。で、はい、四つ消しして。はい、四つ消しと。OK です。これで削って突破していきましょう。はい。はい、OK です。突破していきます。さあ、続いては19階層ですね。19階層ですね。こちらはですね、はい、グランエルブ撃って削るだけとなっております。はい。さあ。敵のね、属性吸収もね、グランエルブがね、ダブル吸収だから関係ないので、マーチでひたすら削っていくだけですね。はい、四つ消し、四つ消しの四つ消しと。はい、OK です。で、削っていきましょう。はい、はい、はいと。はい、削っていきまーす。よし、もう弱点属性じゃないんでね。はい、削りやすいと思います。はい、いい削りですね。3番です。はい、闇吸収と。闇吸収来ても、あ、グランエルブいないや。いませんね。今はいませんね。はい、カリンドラゴン撃って、闇は三消しだね。はい、四つ消ししてますけど、はい。闇吸収だけど四つ消ししてますね。しない方がいいですね。はい、めちゃくちゃ闇の四つ消ししてるけど、しない方がいいですね。闇吸収なんで。はいはいはいと。さあ。はい、闇吸収でもだいぶ削ってますね。ということで、グランエルブ溜まったんでね、こっからはもうグランエルブ撃ってね、倒せますね。はい、カリンドラゴン。はいはい。さあ、殴っていきましょう。よし。はい、水と。はい、OK です。はい、はいはい、削っていきましょう。よし。はいと。はい、削っていきまーす。よし。さあ、じゃあもう倒せますね。よしよし。じゃあ、グランエルブ撃って、で、カリンドラゴン撃って殴っていきましょう。カリンドラゴン。はい、で、グランエルブ撃って、で、殴っていきましょう。はい、四つ消し。で、四つ消しして、四つ消しと。で、四つ消しして。はい、OK です。これで殴って突破していきましょう。はいと。はい。はいはい、いきます。突破。さあ、で、続いて、ラスト、ボスですね。ボスも同じくグランエルブ使いながら殴っていけば OK です。はい、ボスはね、だいたい3分くらいしかかかんないですね。はい、ボコボコにしていきましょう。はい、非闇吸収ですね。よし、で攻撃を受けます。で、カリンドラゴンを撃ちますと。よし。で、さらにグランエルブを撃ちます。で、殴っていきましょう。はい、はい。はい、四つ消しして。はい、四つ消しして。OK です。水も取ってきてね。はい、四つ消しが破壊されました。はい、まあ削っていきましょう。まあまあまあ、いいです。削ってきます。はい。あ、削れなかったね。さあ、無効貫通は関係ないですからね、敵ね。カリンループしてる限り無効貫通は関係ありませんと。はい、では行きます。はい、四つ消し、四つ消し。四つ消しと。で、はい、四つ消し。で、殴っていきましょう。はい、四つ消しです。いいですね。削っていきましょう。はい、はい、はい、はいと。はい、削りまーす。いい削りですね。さあ、はい、色が変わった。で、ここグランエルブ撃って、カリン撃ってね、しっかり削りたいですね。はい、カリンと。で、はい、グランエルブ撃って殴っていきましょう。はい、四つ消し。で、四つ消しして、四つ消しと。で、さらに四つ消し。水取ってきて、水と。はい、OK です。削っていきましょう。さあ、綺麗に組めましたね。これで削っていきます。はい、いい削り。さあ、残り半分です。で、残りタイムはめちゃくちゃ残ってますね。まだ2000秒残ってます。はい、カリンドラゴン撃って、で、グランエルブ撃って、また殴っていきましょう。四つ消し。
四つ消し、四つ消しと。で、四つ消しして。はい、四つ消し。OK ですね。はい、削っていきましょう。はい、はい、はいと。はい、削ります。うん、いいですね。さあ、属性吸収、あと一旦なりましたね。さあ、カリンドラゴン打って、また削っていきましょう。四つ消し。で、はい、四つ消しして。はい。OK です。で、削っていきましょう。で、ここでね、ちょっと削って、で、最後ね、ラストで全力殴りで倒すって感じですね。はいと。よし。では、ラスト、殴って突破しましょう。グランエルブとカリンドラゴン打って突破しておしまいです。はい、カリンドラゴンと。で、はい、グランエルブも打って殴っていきまーす。はい、いきます。四つ消し。で、四つ消しして、四つ消しと。で、さらに闇も消しましょう。で、四つ消し。はい、OK です。はい、はい、はい。これでね、倒しておしまいです。はいと。はい、OK。ってことでね、よかったらね、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイマーこんな感じになってます。はい。続いてね、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、グランエルブにフェンリル、カリンドラゴンにショウガツルティナ、カリンドラゴンに回収、カリンドラゴンに回収、レオーナにゼペリ、グランエルブにメタトロンです。継承はフェンリルがスケルベ4以上で、メタトロンはスケルベ最大です。他はスケルベ1で OK です。必要 HP は 1524,254。必要スキルは24で、バッジは HP です。で、チーム HP は全部でね、14個あります。武器の役割と代用候補なんだけど、フェンリルはチーム HP と指と回復とお邪魔目覚めと神キラーが役割です。HP 気をつけて指と回復エンハンスで OK です。正月アテンとか花嫁風神とか水着マリルで OK です。続いて正月ルティナです。これはチーム HP と捨て盛りが役割です。HP 3つ持ち武器だったら何でも OK で、海馬とかブルックとか薄いとかリューネがおすすめです。続いて回収です。これはチーム HP と2ウェイが役割です。HP 気をつけて軽く漏れれば何でも OK で、決めたトロンとかミアとかがおすすめです。続いてゼペリです。これは水付与とチーム HP が役割です。HP 気をつけて水付与だったら何でも OK で、ブレイズとかシンとか月読みがおすすめです。続いてメタトロンです。これはチーム HP と激銀が役割です。続いて本体代用のための役割です。レオナはスキブと消せない覚醒無効回復が役割です。スキブ耐性気をつけて消せない覚醒無効回復キャラで OK です。ビオーヌとかホイミスライムとかエイルで OK ですね。続いてカリンドラゴンです。これはスキブ4で火力枠でレア度9で2ヒーストと6解除生成と無効貫通スキルが役割です。これ交換所のキャラですね。マジで交換おすすめなんでぜひ加工してください。ってことで以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。